カウアン・オカモトのジャニーズ対立、金銭トラブル、告発の背景を考察。真実性には慎重に対処すべき。ジャニーズ事務所の創設者であるジャニー北川氏への聖火外告発によって一躍注目の敵となった元ジャニーズ JR で歌手のカウアン・オカモト。その名前は今多くのメディアで取り上げられ、彼に対する支援と非難の声が交錯しています。 しかし、カウアンが注目を浴びるにつれて、その過去や性格についても詳細が明らかになっています。この記事では、カウアンの過去と告発者としての行動に焦点を当て、その正体に迫ります。カウアンと平野仕様の対立、元キングプリンスへのメンバーで、現在はソロ歌手として活動する平野仕様と、 カウアン・オカモトは、ジャニーズ事務所のタレントとして同じ時期に活動していました。しかし、その関係は必ずしも友好的なものではなかったようです。平野の仕様が入所後、即座に人気を集めた一方で、カウアンは平野を心よく思っていなかったとの声がありました。特に、k t o クライブなどで、カウアンは平野に対してネガティブな発言を続けていました。 彼は平野について、ヤンキーだった、天然とか嘘、と暴露ろし、視聴者からの有料の投げ銭を求めていました。この対立が、カウアンが告発者としての行動に走る一員となった可能性が考えられます。彼は平野使用を差し置いて注目を浴び、成功を収めることを望んでいたようです。カウアンの金銭トラブル。 カウアンには金銭トラブルが絡んでおり、その過去が明らかになっています。音楽プロデューサーであるドゥーアイオーを地元でカウアンと同居していたとき、音楽制作を共に行うことになりました。しかし、ドゥーアイにとって驚きの展開が待ち受けていました。 実際には音楽活動ではなく、Doo UI がカウアンに FX 取引を進められ、250万円の損失を出した後、借金の返済を迫られたと告発しています。また、カウアンが作曲したとされる楽曲、オルゴールも、Doo UI が元彼女と共同制作したもので、カウアンが勝手に使用したと主張しています。この事実は、 カウアンの不正行為が明らかになった一例です。さらに、ドゥーアイだけでなく、別の女性もカウアンから DV 被害を訴えました。彼女はカウアンに階段から突き飛ばされた経験や、脅迫されたことを明かし、心身ともに傷ついたと語っています。この女性は、カウアンがドゥーーアイに一歩楽曲の使用料金を支払っていなかったことや、借りてもいない借用書を作成し、 返済を迫っていたと告発しました。これらの証言はカウアンの金銭トラブルが実際に存在したことを示しています。カウアンの告発の動機。カウアンが告発者としての行動に走った背後にはどのような動機があるのでしょうか彼の行動が単なる告発ではなく何らかの野心に基づいている可能性が浮かび上がります。 カウアンは外国特派員協会の会見後も配信などでこれで話題になれる、世界デビューできる、逆輸入で人気になれると発言しており、自身の成功と知名度を追求していることが示唆されています。彼の告発は単なる社会正義や義憤に基づいているのではなく、自己宣伝や売名行為の一環である可能性が考えられます。 カウアンの告発が真実であるか否かについては法的な調査や証拠の提出が必要です。しかし、その告発の背後にある彼の動機については慎重に考える必要があるでしょう。カウアン・オカモトの性加害告発について、彼の過去や告発の背後にある動機を考察してきました。彼はジャニーズ事務所内での対立や金銭トラブルなど、 複雑な経緯を抱えており、その行動の裏には事故の成功を追求する野心もあるようです。今後、この事件はさらなる展開を見せることが予想されます。カウアンの告発が真実であるか否かは、今後の調査と証拠提出によって明らかになるでしょう。しかし、彼の行動と動機については、社会の注視が必要です。 私たちは公正な情報と事実をもとに、この事件を注視していく必要があるでしょう。